日久しぶりに焼肉食べたらお腹壊しました。どうもコーチンです。誰が貧乏や。ダルビッシュの球見る前にちょっとパークの累計引かしてな。誰がええかな、誰が欲しいかな。リアタイで使える千賀さんとかマー君とか吉野さんとか、あと阪神で持ってない島田さんとか原口さんとか西さんとか渡辺さんとか近本さんかな。あとまだ持ってない村上さんとか上沢さんとか宮崎のプーさんとか、もういっぱい欲しい選手おんねんけど誰。キノタク。はい、お待たせしました。ダルセレで出てきたダルビッシュの能力ってものすごいじゃないですか。ってことで今日はバッター視線ピッチャー視線の両方からダルビッシュ投手がどんな球を投げるのかって言ったところをね、見ていこうかなというふうに思いますね。掛布さん、江川くんのボールには江川とはっきりと名前が書いてあるんですね。でしたらね、ダルビッシュくんの球にはどんな文字が書いてあるのか、これは楽しみですよね。日々バッティング講座動画とかランキングボーダー予想動画とか出してますんで、よかったらねチャンネル登録お願いします。あかん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 、毎日毎日掛布やりすぎてほんまに声出えへんようになってるわ。ってことで今日はダルビッシュを投手目線打者目線、これダブルでちょっと見ていこうかなというふうに思います。ほんで匠さんっていうね、知り合いの QO の方に協力してもらったんですけども、匠さん実はプロスピの YouTube やってます。でも上げてる動画はアーティストのサカナクションばっかりやけどな。概要欄に貼っておきますんでね、ぜひよかったら見てください。ほんでこれ左が投手目線、右が打者目線ね。でとりあえずツーシームをキワキワに投げてもらいます。で僕は振らない。はい、これめっちゃ曲がるよね。これツーシーム B ってなってんねんけど、 A じゃないこれ、 A 寄りの B じゃない。ほんでこれさすがやな、球をほんまにキワキワ投げてくれるね。ほんまにもうたまにはボールでいいねんけどね。そう、その球、うわナイスボールやな、これ振ってまうよな。いやいやいや、これは曲がるわ、このツーシームは曲がるわ、すごいわほんまに。いやこれは打てん。ナイスボール、ナイスボール。ほんでちょっと関係ないねんけど、俺まだくじ使ってんねん。ショートおらんから俺まだくじ使ってるからね。まあ阪神純正の打線でショートだけがおらんねん。もうええ加減ね、この辺変えていきたいねんけど、まあまあ今日はツーシームや。ナイスボール。いやこれはすごいな、あの前のシンダルとほぼ変化変わらんのちゃうこれ。いやこれはきついな。しかもな、タイピンが出たらどうかっていうのをね、ちょっと後で見てもらおうと思うんですけども、いやキワキワいいところ攻めてくるね。じゃあちょっと今からタイピンツーシームをね見てもらおうと思うんですけども、見ようと思うんですけども、これがなかなか出えへんね、タイピンが。あのタイピンレベル上げてなかったんかなこれは。全然タイピン出えへんからね、ほんまに。もう一発で見せてくれよほんまに。いやうまいこと当てるけど、けど出えへんねタイピン。まあまあ取り立てほやほややったんでね、まだ育成もできてなかったんで、これはまあしゃあないっちゃしゃあないんやけど、まあ出てほしいよねすぐに。ありがとうございますデッドボール。けど出えへんね。でなんやかんやでようやくタイピン出ました。まあレベル1やからしゃあないな。でちょっとツーシームを見ていただきましょう。これキワキワをこれもね狙っていただいてるんですけども、これすごくない、これはちょっと曲がりすぎじゃない、ほんまに。ここのインコースね、いやこれは嫌やな俺、ほんまに張ってないとほんまに打たれへんね。で結構外してるよねこれ、結構外してんのにキワキワまで来るからね。これね投手視線の方ね、結構外してますよね、こっから入ってくんの。いやいやいや、さすがにね、あそこから入ってきたらやばいって、ここから入ってきてもやばいよこれ。ベストピッチで今の入ったかな、今の入ったから俺多分振ったねこれ。じゃあ次は新しいね変化球を中心にいろんな球を投げてもらいます。これタイピンついてる状態で高速スライダー、こっからクッと曲がると、いや曲がるね、はいはい。で、次は縦スライダー、これね新球種、なるほどね、微妙な感じやな。微妙な感じってそのなんか打ちにくいって感じよ。でスラーブね、はいはい、スラーブもねタイピンついたらかなり曲がるよね。でカーブ、これ気になってたカーブはどうかと、これはまあ普通のカーブか。ほんで次カットボールあたり欲しいね、カットボール、はい来た。さあこのカットボールはどんな感じか、ベストピッチを出すな、いいね、キレッキレやなそのカットボールって感じで見ていただきました。これすごいよねダルビッシュ、これまあ自分が思うに過去最強やと思いますわ。これちょっと見たらランキング走ってダルビッシュ取りに行ったろかしらって思い始めてきましたわ。まあまあそれか福袋この後来るじゃないですか、だから福袋まあいっぱい引いて、
引きにかけるみたいなところしていくかな、俺していこうかな。まあその福袋を引くべき人、引くべきではない人っていう動画もね、また明日作っていこうと思いますので、よければ参考にしていただければ幸いです。ってことで、この動画が良かったと思いましたら、いいねボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。本日はありがとうございました。